はい、皆さんどうも、くだちです。今回はですね、新イベントの、競争サマーパーティーと、新キャラですね、水切りゼットが追加されたというところで、イベントの紹介と、ガチャの方を引いていきたいと思います。で、まずはじめにですけど、もう最近ネタなさすぎてですね、まあ、今日ちょっとたまたま YouTube の自分の動画の履歴というか見たんですけども、6本中3本が、ストーリー紹介動画ということでもうやばいですよね。全然動画投稿してないなと思って、まあ、今回ようやくですねネタが来てくれたというところで、まあ、出していこうかなというふうに思います。まあ、あとはですね、もう公式の方から、アップデートの方も発表されているので、まあ、そちらもうまく、まあ、イベント来てからですけれども、まあ、なんか話していけたらいいかなというふうに思います。はい、まあ、ということでまずイベントの方から見ていきましょう。こちら競争サマーパーティーです。報酬アップなんですけれども、水切り Z、これが、今のガチャに来ているキャラになっております。あとカウラナと、パシェル、これガチャで手に入る SR キャラ、で最後にヘラクレスの戦魂ということで、これ配布武器になっております。はい、であと報酬ですけれども、これ新アクセサリー来ましたね。ウサ耳カチューシャということで、これは HP は高めですね。6777で攻撃もちょっと高いかな、HP 高めの装備アクセサリーにしては攻撃力も高めで、素早さもやっぱちょっと高めですね。21ということで、これかなり強めのアクセサリーじゃないかなっていうふうに思います。というか、まあこれ毎回言ってるんですけど、もうバージョン2になってからのアクセサリーは全部強いですね。はい、まあ、というところで、であとはヘラクレスの戦魂ですね。でこれ武器スキルが、バニ眠り状態の敵がいるときに、ダメージ減少ということで、まあ、スリープパーには、有効な武器かなというふうに思うんですけれども、まあ、メイスなんで、まあ、スリープパーに入るときのリュドミラの装備にしたりだとか、まあ、あとはクラリスとウラハが、貫突してメイスを確か装備できるので、まあ、でもクラリスウラハは剣だと思うんで、まあ、どうかなっていうところではありますけどね。はい、ちょっと使い道はないかもしれないですね。やっぱスリープ限定的なところがあるので、まあ、汎用性はない武器かなっていうふうに思います。まあ、ただこれ手に入れれば報酬が増えるんで、まあ、確実に取っておきたいっていうところですね。まあ、もしかしたらこれからの時代スリープが、時代を作るかもしれないということもあるので、取っておくのは、全然ありです。はい、で、まあ、あとは、解放薬だったり経験値コインだったり、いつも通りですね。はい、まあ、こんなところでございます。で、まあ、そうですね、メインイベントの方に行きたいかなというふうに思うんですけれども、まあ、召喚画面で見るのちょっと嫌なんですけどね。はい、これが新キャラの水切り Z になります。こちらですね。はい、でも最近の新キャラ全部イラスト過激ですよね。はい、自分別にそんなの好きじゃないんで、もう普通に、前からですけどキャラは性能しかどちらかというと見てなかったタイプなんであれなんですけど、ここまで過激になってくるともうなんか引くのも戸惑うレベルなんですよね。はい、まあそんなところで、こんなこと言ってもしょうがないんですけれども、まずですね、リーダースキルは結構ありきたりですね。水属性の攻撃力アップと HP 増加となっております。で、素早さ344ということで、まあ、そこそこ早めっていうところですかね。はい、自分の中で素早さが高いラインが350なんで、まあ、ほぼほぼ高い部類に入るんじゃないかなっていうふうに思っております。で、お次アクティブスキルですけれども、スリープアタック、フォーススリープ、モーニングドレイン、あとドリームハンター、これ2体攻撃ですね。はい、でまずスリープアタックですけど、これ新しいスキルですね。敵一体に攻撃して 25% の確率で、睡眠状態にするということで、まあなかなかなんじゃないですかね。ただ130っていうちょっと重いんですよね。まああんまり使う機会があるかと言われるとちょっと微妙かなっていうところでございます。あ、でちなみにこの攻撃で、睡眠状態の敵に攻撃しても、解除はされないということで、まあどうなんですかね、これに関しては。睡眠状態の敵ちょっと削るっていうのも、まあ、あんまりないと思うんで、まあ、ここはちょっとどうかなと思いますけど、
で、お次ですね、フォーススリープ、これが、水切りゼットの、かなりやばいスキルだと思ってます。敵一定に 100TU の間睡眠状態にするんですけれども、まず TU70 なんですよね。 70TU の、スピリットマイナス2で使えるんで、普通のスリープと比べてもかなりの上位互換になってます。でただそれだけじゃなくて、対象が一回眠ってた状態、この効果は場に出てからすでに眠り状態になって目覚めた敵にも発動するということで、ついにスリープの弱点を克服するキャラが来てしまったというところなんですよね。でこれ、一応発動条件あるんですけど、場に眠り状態の敵がいない場合にのみ使用可能っていうことなんですけれども、まあ、通常のスリープを使うっていうふうに考えると 70TU スピリットマイナス2で使える時点でもうかなりの壊れスキルです。はい、まあ、なのでスリープは超強化っていうところですよね。まあ、今のところ対人戦が来てないんであれですけれども、もともとクラリス実装でかなり強くなったスリープパがここに来てさらに強くなるんじゃないかなっていうふうに思っております。でお次がモーニングドレインですけれども、これアリスが持ってた、スキルの、HP 回復効果がついたってところですね。敵一体に、3倍ダメージ与えるんですけれども、対象は、一度眠り状態になって目覚めている場合というところで、であと 50% の HP 回復がありますというところですね。で最後ドリームハンター、2体攻撃です。敵2体に 600% ダメージ、眠っている敵一体ごとに味方のスピリットが3増加するというところで、これもですね、実は、TU160TU になっているというところで、基本的に 200TU なんですけれども、もうこのリゼット出た瞬間に雪村涙目ですよね。はい、もう完全に雪村の場を奪ったんじゃないかっていうところでございます。多分これでもう雪村を使う人はいなくなったんじゃないかなっていうところでございます。はい、でパッシブスキルですね、アイアンハート、アイアンハート持ってます。普通に強いです。あとチェインスリープですね。チェインスリープが最も TU が低い敵を敵一体を 200TU の間眠りにする、対象の他のあそうか間違えた、眠り状態の敵に、このキャラがアクティブスキルでダメージを与えた時に、最も TU が低い敵を睡眠にするっていうところですよね。でなんかこの書き方あんま良くないな。でこれもぶっ壊れスキルですよね、チェインスリープ。まあ、要は2体ドリームハンター撃った瞬間に、一番 TU が低い時睡眠状態になるんで、もう結構めちゃくちゃだと思います。はい、まあ、ただドリームハンターやっぱ2体攻撃になってくると TU 重たいんで、まあ、そこはどうかなっていうところはあるんですけれども、まあ、結構、使うのは頭使いそうかなっていうところではあるんですけれども、まあ、かなりぶっ壊れてますよね。はい、本当にスリープは超強化だと思ってます。まあ、ただですね、やっぱ AI 環境でスリープってうまく使ってくれないんですよね。まあ、そこが、今の環境だとどうかなっていうところではあるんですけれども、キャラ自体の性能はめちゃくちゃ高いです。はい、まあこんなところですかね。はい、あとそうだ、もともとメイス装備できるキャラで貫突して斧を持たせることができます。まあ斧を持たせられるんで、まあ、ヤオトゥルーだったりを装備していけるのがいいんじゃないかなと思います。まあ、リゼットどちらかというと火力かなサポートかな、まあでも睡眠にするスキルがフォーススリープしかないというところで、やっぱ火力なんじゃないかなって思いますね。はい、なんでやっぱ斧を持たせるのがおすすめになるんで、まあ、どちらかというとあの本気で運用していくんだったら貫突させたいかなっていうところでございます。はい、でまああとはありきたりかな。あ、カウラナがピックなんだ。ってことは多分あれですね、水着カレンもおそらく、ガチャ来ますね。水着カレン来て相棒がパシェルですね。はい、もう読めました。でまあこんな感じですね。で多分パシェルが雷属性ってことは水着カレン雷属性じゃないですかね。はい、まあちょっと適当なこと言ってるかもしれないですけど。で SSR の、武器もいいですね。フォーチュンメイスということで、これは汎用性高い、メイスなので、まあ、むしろこの
こっちの武器の方が報酬の面積よりも強いです。はい、敵の攻撃で敵の攻撃で敵のスピリットが2以下になる場合に、ダメージ減少ということで、まあ、かなり使いどころ多いかなっていうところですね。で相手のなんだっけ、ホエルブレス、ホエルブレスの、スキル効果を打ち消すという面でも、まあ、打ち消すってことではないんですけど、まあ、そこに対して、スキル効果発動するので、まあ、強いですね。はい、ではこんなところですかね。ということで、久々にガチャ引いていきたいかなというふうに思います。前回水着クラリスかはスルーしちゃったんで、まあ、本当に久々のガチャ動画になるかなっていうふうに思います。というところでいっていきましょう。はい、10連目で、まあ石の方は結構たくさん持ってはいるんですけれども、まあ、動画なんでいった金からスタートかまあ動画なんで100連ぐらいでやっぱり収めたいかなっていうふうに思っております。では水着カラリスをスルーしたおかげでこんなに2周今止まってますから。あ、フォロー行った、いいね。初っ端からフォローはテンション上がるよ、テンション上がるよ。はい、うん、テンション上がってる。うん、まあというところで、最初金ですね。てか動画で上げたのあれか、羽山リドミナの時か。あれの後ってことはちょっと爆死見せられないよ、さすがに。いや頼むよ、本当に。ちょ、動画で爆死続きだよ、そしたら。てかなんなら多分花嫁リドミラ以降ガチャほとんど引いてないから爆死続きすぎだよそれ。で、はいはい、あ、でもそうだ、実は水着クラリススルーするとは言ったんですけど、実は10円で1体出しちゃってます。そういえば大当たり引いたの忘れてた。全然育ってもなかったんで、はい。で、次30連目ですね。金続いてて、まあちょっと今焦ってるんですけど、やべえ、続きすぎよこれは。はい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 、まあそれなら SR キャラ出てほしいな。あ、てかだめ、 SR の武器の説明してねえや。まあでももういいですよね、 SR の武器とか正直。はい、で今次40連目か、40連目いきたいと思います。はい、頼むよ、本当に頼むよ。よし、とりあえずよし。で今回ポチャンですけど、まおっと、これあれか、フォーチュンメスか多分。見覚えあるような気がするような、しないようなんですよね。フォーチュンメスです。今フォーチュンメスと、まあ、水着リゼット、まあ、いつも通り言葉知らないんですけど、まあ、多分わかるだろうなっていうのがあってね。この前みたいに、あ、フォロエ来た、いいね。フォロエ来てからの、あ、もう中で、もう終わってた、恥ずかしい、もう終わってた。で次50連目、もう50、やばいって、もう本当にこのままじゃもうチャンネル名変わっちゃうよ。もうスガッチ爆死チャンネルになっちゃうよこれ、頼むよ。はいはい、おっと、フォーチュンメイス、まあ、さすがにフォーチュンメイスは結構自分使ってる武器なんで、まあ、育ててはいるんですけど、まあ、2本目はいらないかなっていうところなんで、はい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 、せめて SR キャラ来て、せめて SR キャラ来て、それなら。やべえよ、もう60連目だよ。でも2次続いてるんでね、って言ったらまあ金になっちゃったんですけど、いやー頼むって。もうフォロエめっちゃ出る、もういらねえよおめえ。もう、まあ、これも恒例ですよね、最初フォロエを迎えつつ、終盤になってくるとフォロエはもういらないぞと。60年目でこの流れやっちゃうのはちょっと早いな。で次が70か、70いきましょう。さすがにちょっと天井決めときましょうね。150引いて出なかったらもう姿を見ずに動画終わりです。
お、来た来た。やっぱ天井っていう言葉にね、うん、あれでしたね、反応しましたね。はい、ということで、あ、読むの忘れた。まあいいや、リセット、無事ゲットです。70でいきたいなら、まあ全然当たりかな。おっとおっと、来たんじゃないの、なぎだ、イエーイこれ神引きすぎない、さすがに神引きすぎない、これ。だってなぎ今日あれだよ、トップにしてたんだよ俺やばやば、これトップ効果出たわ。これ狙ってなかったのに、すげえこれカゴ来ましたね。いやもうなんかリセットよりも嬉しい。いや嬉しくはないけど、動画的に美味しいこれ。いやもう素晴らしいね、いや君素晴らしいよ本当に、動画わかってるよ本当。これだって一発撮りですからね、今のところ切ってないからね。いやー驚きです。はい、まあというところで70連でキャラ2体なんでもう勝ち確定ですね。でまあとりあえず100まで引きましょうかね、やっぱり、いつも通り。まあというところでいきましょう。いやーナギ、まさかのナギ、いや驚きすぎこれは。いやもう今金飛びだったから今ゴールドになったしはいはい、あーロロもな、ロロも一回だけちょっとあれなんですよね、サムネ詐欺とかしようかなって思ってたキャラの一体なんですよね。まあ、まあ、ロロっていうとやっぱりロロティアもロロじゃないですか。で、水ロロ大活躍みたいなタイトルにして、あ、これ水着ロロティア使うのかって見せかけて実はこいつみたいな動画作りたかったんですけど、ちょっとステータス低すぎて無理でした。はい。まあ、いずれもしかしたら出るかもしれないですね。まあ、というところで、ね、いきましょう。あ、もうやばいな。リセット出ちゃってるからね。ちょっともう、普通に、いつもだったらテンション下がっていくところが、あ、フォロエ。色も今回は、もう今回に限ってはもうどんどんフォロエ来ている。もう今、テンション下がることないですからね。とりあえずもうこれ、あと残り全部フォロエだとしても、さすがに切れるかな。はい。まあ、というところで。行っていきましょう。といっても金扉なんで、これは見どころないですけど。はい。まあ、というところで、ラストですね。100連目、行きましょう。まあ、これ、いつもお願いしてることなんですけど、まあ、動画なんで、さすがに、分かってるよね。はい。いや、分かってるよね。そういうこと。本当に。いや、今回は分かってる。で、最後、ナギが出る。これでもう、神回、確定。ナギ出て神回確定。来い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 、ホエールブレス、まあ強い武器ですけど、まだまだある、まだ投げチャンスはある。来い来い、もう終わりか、あー終わったー、くそー。はい、まあというところで、まあ良かったですね。リゼットも出て、ナギも出て、動画的にもかなり美味しい動画だったんじゃないかなっていう風に思います。はい、でまあそうですね、まあちょっと動画のネタもないんで、まあちょっと水着リゼットの運用方法とかっていう感じの動画も、まあ、後日出していこうかなっていう風に思います。まあいつも通りちょっと軽くパーティー組んでみて、まあ多分まあ、試練の塔とか闘技場とかっていうよりかは対人目線の話になっちゃうかもしれないんですけど、まあ、自分がもう対人目当てでしかこのゲームをやってないっていうのもあるんで、まあ、ちょっとそっち寄りになってしまうかもしれないんですけれども、気になる方は、ぜひそちらもご覧いただけると嬉しいです。はい、まあというところで、この動画が面白いと思いましたらチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。